さあもう上田森園、やはりこのダブルスが岡山リベッツのここまでの躍進劇の一つのポイントではと思いますが、上田森園ペアがこの TT 埼玉戦だけ2回ゲームを落としていて、今日も決して楽ではなかったんですよね。2ゲームともジュースですからね。もうすごい内容的には埼玉を押してたと思うんですよ、ただやっぱりまあ先ほども言いますけど、このブレない強さでがありますから、やっぱ勝負どころ、まあ、そのジュースって、ね、いう展開の中でやっぱり上田と森園の息の合ったこの攻め方、戦い方、やっぱここが最後明暗を分けたような気がしますね。そうですね。さあ続きまして吉村和弘です。今日はウォン・チュンティンとのゲームでした。まあ、あのゲームカウントでいくと 3-2 で吉村和弘が勝ったわけなんですけれども、いずれも取ったゲーム、特に前半の最初の、ね、第1ゲームと第3ゲーム吉村和弘のペースで、第2ゲームと第4ゲームはウォン・チュンティンが、まあ、なんとなくだん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 吉村のペースからウォンのペースに変えていくというような流れだった形で進んでいったんですけれども、そうですね、ま、最後の第5マッチ、第5ゲームが完全に吉村の試合になりましたもんね。はい、あそこでやっぱり第5ゲーム始まる前にね、変えていくかどうかってところですけど、やっぱ吉村がそこで勇気がありましたよね、はい。さあ続きまして第3マッチ、今度はイサンスとチョン・ヨンシクでした。ここはしかしチョン・ヨンシクがイサンス相手に、いやもう本当にイーサンスーがやってくることということはチョン・ヨンシクの頭の中には大体もうデータとして持ってて、はい、結構余裕のある戦い方でしたね。まあ、スコアはあのある程度こう競ってるんですけれどもね、競っているんですけれども徐々にその結局差を広げられないということもありましたもんね、イーサンスーね、はい。さあそしてこの第4マッチがリン・ユンジュティアゴ・アポロニア戦ですが、いやもう完全に圧倒してましたね、これね。もうリ・ユンジュのやっぱスピードにちょっとアポロニアがついていけない、その中についていけない中にサーブ、レシーブもってなってくると、やっぱりこうゲームとしては難しいですよね。ただまあ第3ゲームに入って、まあ、タイムアウト後3連続得点からちょっと巻き返しの少し光はあったんですけれども、その巻き返して控えの後にリン・ユンジュのサービスがあって、はい、あのサービスでもうまた流れを結局渡さずにそのまま行ったというゲームでしたね。そうなんです。不安を払拭するべく戦い方をね考え